フランコ・マールブリは、スイス中立出身の自転車競技選手。2001年、グルノーブル6日間レースにおいて、同胞のアレクサンダー・エイシュバフ派とコンビを組み、6日間レース初、勝利。翌2002年の世界自転車選手権では、この年に新種目として採用されたスクラッチを制し、翌2003年も、同大会の同種目を制覇。さらに、同年世界戦のマディソンでも、 リシとコンビを組んで優勝を果たす。翌2004年アテネオリンピックのマディソンでは再び、リシとコンビを組んで銀メダルを獲得。また同年の世界戦、マディソンも、リシと組んで2位に入っている。しかし、当時、6日間レースになるとリシは、クルト・ベチャルトとコンビを組むケースが大半であった。一方、マルブリはまだ、エーシュ・バッハと、主にコンビを組んでいた。 トリオ制である2005年のシュトゥットガルト6日間レースでは、リシ、ベトシャルトと組んで優勝するが、その後も、リシとはなかなかペアを組まなかった。だが、翌2006年にベチャルトが引退したこともあり、同年のマーストリヒト6日間レースでついに、リシとコンビを組み優勝。これを契機に6日間レースでは、リシとのコンビで10勝をマークしている。 6日間レースにおける通算勝利数は2008年1月8日、現在17勝。また2007年の世界戦マディソンでも、リシとコンビを組んで2度目の優勝を果たしている。 1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2 0十1 0年、2011年、2012年。ありがとうございます。